民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加速艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わって、クイーン・エリザベスが、9月8日に出港した。そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を、英国放送協会、BBC は、アメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にレミゾし、7月28日には、SNS に、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、
世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母、加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦、加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も、空自パイロット、整備員の養成も、これからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと資料する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。
マゲジ、魔の基地化が、早くも、着工から1年半と経ち、驚異の変貌を遂げているのをご存知でしょうか。今回は、このマゲ島着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口永良部島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上をおよそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km。周囲の海岸線長は 16.5km、標高は最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。ま、ゲジ、マを含む大隅諸島は、北側に日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で、重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による、警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に、日本側も、滑走路の整備により、航空戦力や、港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。
その後、1950年代に入り、マゲジ・マニは民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、同等に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む人があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に、会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに西の表市の所有する部分がある程度で、大半が同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際のその艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地として、マスメディアによる報道がなされた。FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば、搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは、小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に駐機場所となっている厚木基地から硫黄島までは、およそ 1200km、また、岩国基地からも、同 1400km と距離があり、アメリカ側から、代替地の確保が要求されてきた。このことから、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は、岩国基地からであれば、およそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より、防衛省浜毛島の活用に、前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから、実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンエアポート株式会社の対応にも、紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で、馬毛島の買収は決着。
今の仮称、馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと、在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が、年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって、仮称、馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、個人的には期待している。